あ、あれ、金井くんがどうしたんだ。そうそう。令和のロビンフッドね、金井くんじゃなくて。金井くんって呼んでるの？え、そうだよ。え、そうだよ。そうなんだ。なんで？なんで？え、仲いいんだね。僕はね、レイドって呼んでる。わぁ、ごめん、私もしかしてお邪魔だった？いや、いいね、たまに。うん、たまにはね。たまには結構今日配信前に2人でゆっくり話してから配信してるしね、これ。あ、そうなんだ。1時間ぐらい。時間はちゃんと。あ、1時間結構。ね、レイ。ちゃんと。うん。え、それ配信中だけど大丈夫？今日の冒頭にね、カナレイテーテーっていうのを話してたんだよね。あー、すごいいいと思う、それも。まあまあまあ。まあ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 。ありがとうね。うん。やっぱね。うん。これ、応援されたね。終わりある？これ。うん。終われないよ。僕らの旅路と一緒。わあ意味が。何言っても喜ぶ、多分。もう何でもいいもん、だって。何でもいい。何でもないよってこと？マカロニ鉛筆ってこと？そんなんじゃなくて。会いたいとかね。だだだだだ。そんなんじゃなくて。はい。はい。うん。俺のエヴァイとかしてやろうか。貸して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 。エヴァに乗るってこと？シンジ君。エヴァに乗るのよ。これ似てる？似てる？ぽい。みんなぽいんだよな。あー、あのアッシュがあと20。あと 20？ スーダン入ってる。スーダン入ってる。やったやった。あー、でもこの上にいる。ここベッチ、ここベッチ。ピヨーイーン、ボイーン、ドイーン、ヒューン。上のやつ全然当たってない。なんかゲームの CV みたいな。上のやつ隠れてるやつ出てこいよみたいな。キリトみたいになってたな。キリットだな。出てたな、それ。目指してた時のが。やめて、目指してた時のが。やっぱこのフォーメーションが多分いっちゃん強い。わーわー、ねえ、何、うん、なんかされた？触られた。ええ、男の人に。え、自分のボックス触られた。後ろから。後ろから。前後の概念あるんだ。ちょっと。どういうこと？レイド君、花部さんのこと後ろから触ったの？花部さんの。待って待って待って。レイド君。変化方だった。レイド君、花部さんの後ろから触ったってこと？触られました。最低じゃん。触ってない、触ってない。これじゃないって。コラボ中に。これじゃない。レイド君。俺じゃないって。後ろから手が縫って伸びてきて。ちょっ、やばすぎ。自首しよう。俺じゃない。それでも僕はやっていない。冤罪を訴えています。じゃあ誰なんだ。うん、やっぱこのフォーメーションが多分いっちゃん強い。わーわー、ねえ、多分いっちゃん強い。わーわー、ねえ、何、なんかされた？触られた。え？何？スキャン8秒。ごめん。これいるわ。あの、江戸くん意外とイノシシなんだね。止めらんないんだね。止まんねえよ。自制できないんだ。意外とね、割とクールかと思ったら全然イノシシだった。いや、もうね、失った。さっきの試合も思ったんだよな。これこんなに前出なくてもいいけど、なんで出てるんだろうなって内心思ってたんだよね。レイド君、でもレイド君は僕割とさ、ちゃんとしてる、うん、やってるイメージあったから嬉しいじゃん。まあでもなんか考えがあるんだろうと思って、うん、フォローするかと思ってた。あのね、そんないつもちゃんとやってるわけじゃないみたい。全然違うのよ、うん、カスタムの時とは本当に別人だと思って。僕とかクズハとかそっちタイプやったよね、レイド君も。いやー、マジか。140入ってる。うわー、こっちの車線です。いやー、ごめん。ヤソリー。いや、ごめん。めっちゃダメージ出てる。でも一番ヘイ。花野さん、あと何ポイント？あと81。離れ差を押し上げて寝るかな。ん？あ、181だった。ちょっと待って、話変わった。
ごめんごめんごめん、嘘ついた今。下げられた今。ちゃんと嘘ついたわ。今日僕ちょっとレイド君の印象変わったもんな。マジで舐めない方がいいよ。うん、ちょっと親しみやすくなったよね。うん、スーパーグライド練習しようかなと思ったらモンドがいらないよって言ってた。スーパーグライドって何？知らない人もいます。へー。壁のビャーンってやつ。もう合コン。そうそう今の。ん？合コン？何？レイド君？え？俺なの今の。合コンって言ってんの今。合コンはまずくない？いや、ちなみに別に合コンはまずくない。俺だから。そういう。合コンはまずい。分かってる自分で言ってること。レイド君まずいよ。ね、合コンという行為自体を否定したわけじゃないけど、今は良くない。ぐあれ、待ってんの。待ってんのねあれ。まあいいや、もう行こうぜ。じゃあな、あいつらに、バイバーイ。一生そこで、なんか、愛してるじゃな。なんか、うじゃうじゃしとけ。俺たちは、あれだぜ。もうあっち先に、次のステージ進むぜ。進むぜ。さあ。これ欲しい。これいらない。これ欲しい。あー、これ、これあげる。なんで？僕のピースキーパーについてたやつ。うわー、ピースキーパー欲しい。いいや、どうぞ。嘘だよ。もう、捨ててきちゃった。待って、捨ててきちゃった、エグス。えぐい。やっぱジブが持つべきだと思うんだ。思うんだ。僕のピースキーパーあげるわ。弾一発しかないんだ。リドを騙されてないんだ。いいんですかピースキーパー。スカイピーさんの動画すごかったね。僕もだいぶ前に見せてもらったんだけど、ガチですごい。ガチですごいね。クズハと一緒に出てんだけど、あのレイドくんガチで思ったよりも突っ込むんだな。いや僕レイドくんもうちょっとなんか慎重というか頭脳派というか堅実だと思ってた時期もありました。イカれてたわ今日。僕よりイカれてたって。普通にイノシシだったね。イノシシ族だった。あーカスタムは堅実派なんだ。反動なんかな自分の。